釣りバタチャンネルです。今回は、今が旬のイサキと、マダイ狙いで、剣崎沖まで遠征しに行くよ。正直、剣崎沖の知識はほとんどなく、手探り状態ですが、イサキの調査兆候ということで、頑張ります。よろしければ、チャンネル登録をお願いします。今日はご覧の通り、スーパーナギ。梅雨なのに晴れ。こんなに天気に恵まれたら、なんだか釣れなさそうですな。今日もどんべいじさん。まずはいつもの栗浜で、イサキを狙ってみる。ここで釣れたら、剣崎まで行く必要ないもんね。時間もガソリン代も、節約になるもんね。父ちゃんに何か来たよ。サバちゃんでした。父ちゃん、カメラが回っていないところでもう4匹も釣っとるやないかい。釣りバタにも来たぜー。サバっぽいなー。いやいや、元気よすぎでしょ。イサキの仕掛けだから強引に引っ張るとラインが切れてしまいそう。サンキューやでー。こ1時間くらいやってみたけど、栗浜はアジサバパラダイスでした。なので剣崎沖に行ってみたいと思います。スーパーナギ、最高すぎー。小型船だから、なかなか気象条件揃わないと、剣崎まで行けないので。久々の剣崎にめっちゃワクワクします。栗浜より以南は、一気に船の数も少なくなる。剣崎に着きましたよっと。早速始めていくよ。ポイントは吉野瀬、魚探の反応はバッチリっす。やはり魚探の反応通り来たよ。あれ、バレてしまったか？途中でラインブレイクしてもうた。イサキだったんじゃねえ？ライン細いから切られやすいのかな。父ちゃんも痛恨のラインブレイク。なんだろう、剣崎初心者だから、何が釣れるのか気になるよねえ。ハリスを少し太いのにしてみた。お、父ちゃんになんか来たみたいだ。お、赤い。お、赤い何かがついておるぞ。まさかの金魚？赤い金魚が3匹。美味しいのかな？
あっという間に編み込ませがなくなってもうた。次はオキアミを投入するです。父ちゃんになんか来たよ。ついにイサキが来たか。おお、イサキかと思ったらアジだった。剣崎アジゲットだぜ。久しぶりの当たりが。さっきはラインブレイクしたから、これは大事に行きたい。あや、また金魚釣れた。金魚が釣れるときは、しっかり3匹かかるんだね。水圧の変化に弱い魚みたいだから、リリースもできないので、家で美味しくいただきます。どうやって食べようかな。その後も、また金魚。赤ムツだったらなぁ。そんなこんなで、あっという間にお昼になってしまったので、最近マイブームのどん兵衛タイム。水筒にお湯を入れて持ってきているので、記載の時間よりも少し長めに置くのがミソ。会場で麺をすするの最高です。その後も、はい、また金魚だよ。イサキはどこへ？なんでこいつらばっかりやってるの？本物のイサキ？魚探には10から20メートルの間に反応が出ています。何の反応かはわからないけど、ここのポイントはよく魚が回遊してくるので期待が膨らみます。父ちゃんに、確実に金魚ではない何かが来たよ。なんか赤くてでかいのが。なんだこれ？東京湾で、まさかの鯉ですか？南国の魚？なんだか、得体の知れない魚を釣ってしまった父ちゃん。後で調べたら、あの鯉みたいな魚は、沖縄姫路という魚でした。金魚みたいな魚は、桜鯛だそうです。そして釣りバタは、金魚、いや桜鯛を追加。絶好調だぜ。その後は、栗浜のいつものところに戻って、サバとギガアジを追加しましたとさ。ブリンブリンのギガアジ。父ちゃんにもギガアジ。
次は、サバ&サバ。またまたサバ。サバ大量発生中みたいですね。そんなこんなで、金魚しか釣れないかもと焦りましたが、なんとかクーラーボックス満タンに。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録をお願いします。次回はジギングで青物とか、そろそろやりたいなぁ。次回もお楽しみに。それではまたねー。